今日は、このガーゼ用ハンカチを使って幼児用のマスクを作っていきたいと思います。じゃこのラベルは必要ないので切っていきます。裏表の方を、内側にしてこの端を縫っていきます。でこの側面縫っていきます。ミシンの方が早いかもしれないですけど、今日はちょっと手縫いで、ミシンがない方もいるので手縫いで縫っていきます。全部縫ったら最後もまた玉結びで閉じます。そしたら今度これを中央に持ってきます。でこれを三つ折りに感じになります。そしたらこの両端にゴムを通していきます。このゴムの通った内側を縫っていきます。反対側も同じように縫っていきます。これで出来上がりです。ここがちょうどポケットみたいになったので、ここになんかフィルターみたいなのを入れてもいいかなと思います。サイズハンカチのサイズをもっと大きいのにすれば、大人用もできるかと思います。